沢はこっちなんで、まあ、初心者の方は安全ですね。あれ、ここはそうすると反対側についてはい、ナイスガッツ。じゃあ、御所山荘を、これ御所山荘って読むんですかね。行きますか、はい、ここですね、で、ここから材木岩っておっしゃってたので、ここを多分行って落合まで行って、落合から蔵火行こうってじゃなくて、ここまっすぐ行って、お沢まで行って、で、ここの大滝にいて戻る感じですね、はい、だからコース的にはこんな感じで往復11キロぐらいですかね。はい、はい、行きますか。滑落の可能性があるって言ってたのがここで、で、ここ歩いてて連絡道の2番から入ると、入ってこっから登っていく感じですね。崩落跡は結構土砂が来てますね、これ。はい、こっから崩落跡地から入る感じですね。あ、やっぱ2番だ。はい、正解。はい、そんであそこはさっき渡ってきた、入径してすぐこのゾーンがありますね。あそこ登山道なのかな。いきなり炙り刺されました。大丈夫です。炙るんで気をつけてくださいね。いきなりのこれ圧巻ですね。アブとの戦いをしながら、あれ、ダンベルさんエスケープしてるあれ、どうしました。沢登りなのに沢を避けてます。平坦がずっと続く感じですかね。うわー、最高。どうです。最高ようやく沢っぽくなってきました。登山道はこっちの鎖場を行くみたいですね。で、沢はこっちなんで、まあこれも結構そこそこあるんで巻いちゃっていいと思いますよ。はい、これ深さどのくらいなんだろう。あ、結構あるわ。はい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 、あるある。なるほどね、ウォータースライダーだ。どうやって巻いてんだ。なるほど。そこ鎖場ありますけど、ちょっと行ってみたら怖そうでしたけど、中入ってみたら全然問題ないんで、こっち行った方が初心者も楽ですね。なるほどね、材木岩かな、それっぽいね。で、ここは登山道でへつる場所だ。はい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 、
そうなんですかね。ダンベルさんは素直に巻いた方がいいかもしれないですね、ここは。まあここは登山道行った方が初心者の方は安全ですね。あ、上がった方がいいですよ絶対。なるほどね、こういう風になってんだ。はい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 。あれ、ここはそうすると反対側にスイッチするのかな。それっぽいです。国道3番で今1キロ上がってきたから、あとそれの 1.5 倍行くのが 4。だいぶ良くなってきたんじゃないですか。これがナメナメって言って、はい、平らな岩がほぼ水平につながってるとこナメって言うんです。あー逃げられた。面白い、こんなとこに滝あんだ。ダンベルさん休憩する？休憩。やっとそれっぽいのがあったな。すごいすごい。岩名も住んでるんだ。ダンベルさん休憩しよう。深い。お、分岐。これ出会いかな。出会いっぽいね。右と左。今我々来たのがゴルジュとかある道元橋ですね。でこっからいわゆる層雲橋の始まりがここですね。また二股だ。鎖がこっち通るんですね。
結構スケールが大きい川幅だな。はい、頑張る。はい、ナイスガッツ。あと150。おー、これか。大沢登山小屋です。開いたけど、これ入れるのかな。おう、あ、なるほど、感覚狂うわ。
平行感覚くれますね、これ。気持ち悪いな。あ、気持ち悪い。あ、本当に気持ち悪い。なんだこれ。やっぱり。例の五右衛門風呂ですね。昼食を取った後、普通の靴に履き替えました。で、今これからほら、ピンクテープ。あー、うん、ちゃんとこうね、川の脇をね、登山道らしきのがあるんですよ、一応。ただ行ったり来たりしなきゃなんないから、むしろ川降りて着いた方が早いかもしれないっす。もうダンベルさん無敵ですね。まあなるべく登山道ルートを歩ってみようで帰ろう企画です。今のところ足が水に浸かったのは1回きりかな。これは足つくよね、片足どっちかね。諦めよう、右足犠牲になってくれ。無敵の人濡れるの前提なのかな。上行ってみます。はい、鎖掴んだ。大丈夫。はい、大丈夫。そこを巻いて左に入るルートがあるはずなんで、ほら鎖、これああ草は柔らかく掴むんですよ、柔らかく。アブミ発見。よっちょ、うん、左足をそっちに入れる。左足、そう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 。で、右足をもう一個のアブミにかける。はい、オッケー。あのロープに大苦戦でしたね。オッケーオッケー。はい、分岐復帰。今こっち小屋から戻ってきやした。
はい、分岐からすぐのところ山道行きます。昔の道。はい、じゃあ沢よさらばだ。ダンベルさんお疲れ様でした。あと山道、まさかこっから天国の車道じゃない。あずまやです。今ここの連絡道4に来てて、落合がさっきの分岐ですね。で途中まで行ったのがクラビコース。クラビっていうところね。あのあれですね、落石されてるところ。だからそこからはもう多分先行けないんですよ。ご所さんには行けないってこと。いけない。でもまあ行く人は多分行きますけどね。いやー、平地の山あり超楽。すげえ。これが。おお、これだ。じゃあ先行っちゃいますよ。ラピュタですね、ラピュタ。権現ってやつですかね。美濃ちょっとすごいね。はい、奥まで来れる車の駐車場ですと。時間は3時25分。まあまあかかりましたね。まあでも安全第一で良かったと思います。ちょうど3時半ですね。戻ってきやした。避難小屋。失礼します。お、こんな感じで広いんだ。美味しんぼとか漫画が置いてある。はい、そんな感じですね。